皆さんこんにちは、高田圭司です。この度は先日、私が放送しているアマングアスというゲームの放送においてですね、他の配信者さんを小馬鹿にするような発言をしてしまい、誠に申し訳ございません。経緯から説明させていただきます。先日私が放送しているそのアマングスの放送において、少し私の考えている状況と違う状況になってしまい、それについて同存している方々が、汲み取れないような、私の思っているような展開にならずですね、こいつらは全員アホなんじゃないかと、バカなんじゃないかと、そういった発言をしてしまい、コメント欄の方でご指摘をいただき、あんなこと言ってしまったのかなと、なんであんなことしてしまったのかなと思い、その放送後、深く5分ほど考えさせていただいて、あ、こんなダメだったらと、やってしまったらと思った次第でございます。すみませんでした。そして、なぜこのような発言をしてしまったのかと、一度自分のことを見つめ直してみました。なぜこんなことを言ってしまうのか、いろんな指摘をいただきました。だからは性格が悪いから、人格が破綻して、少し感情的になって言い過ぎる面があるんじゃないかとか、そういったことを多々ご指摘いただきました。それも粛々と受け止めたいと思っているんですが、自分なりに、なぜこのようなことを言ってしまうのか、自分を見つめ直した結果、一つの結論に至りました。私、高田圭司はアマングアスが上手くなりすぎた可能性があります。ちょっと周りの人たちより一つ上の段階に上がったというか、ちょっとその思考レベルがちょっと他のプレイヤーよりも一つ二つスキルが上で、おそらくアマングアスプレイヤーで一番、私がうまいんであろうっていうのを今回ので、自覚させていただきました。他の方々の考察を聞いて、ああまだそこなんだ、ああ俺は数ヶ月前にはもうそこは抜け出せたなと、思った次第であります。なので、自分がその思考レベルが上がりすぎたことによって、
まあ、他のプレイヤーとのスキルの差が出てしまい、まあ、このような結論に、結果になってしまったのかなと思っております。誠に申し訳ございません。今後もこのまま活動していくには、の他のプレイヤーとのスキルの差によってまたこのようなことをやってしまうかもしれません。でもその際はですね、あのコメント欄の方で、あの今回私あの内定謝罪しておりますので、あのまあ許してもらえるとも思ってますし、まあ、今後何かあった時も、まあ、味方していただけるのかなと思っておりますので、まあ、今後このような事態が起きた時はですね、まあ、今回謝罪もさせていただきましたし、あの涙も見せましたので、今後は皆さん、あの私のことを非難せず、私の味方でいてくれることを期待しております。それでは本当に申し訳ございませんでした。謝罪すんのもバカらしいな。